組の文宮監督プロデューサーの増田由美子さんです。盛大な拍手でお願いします。今日はようこそお越しいただきました。ありがとうございます。プロデューサーです。よろしくお願いいたします。まだ余韻に浸ってるというそんな上映後の舞台挨拶になりました。ではまず監督から一言ご挨拶いただけますか。今日は皆様ご来場いただきましてありがとうございます。この映画は2016年から去年の春まで10ヶ月間岩手宮城福島の3県で撮影した映画です。いろんなことを説明している映画ではないので皆さんが感じたことを今日持ち帰っていただいていろんな方に伝えていただけたらと思います。今日はよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。では、はい、プロデューサーお願いします。平日のお昼間にもかかわらずこんなにたくさんご覧いただきまして本当どうもありがとうございます。皆さんの顔を見てますとこの映画からちょっと何か感じられたんじゃないかなとそういう思いがします。本日はどうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。3月3日に公開に、ね、はい、ありまして、はい、もうすごいですよ。メジャー作品も今ポン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 もう公開されてる中、はい、サイン、はい、我々もよく把握できてなかったんですけど、はい、あるテレビ局の、はい、何がサインになったんだろうと思ったんですけど、ごめんなさい、フジテレビの目覚まし土曜日で3月3日、はい、見たい映画ランキング5本映画選んでいただいて、はい、その中の3位になっていたということを我々も後から聞いて、すごくびっくりしました。ハリウッド映画の中に混じってこの映画が入ってきて、誰かがこの映画を見てくださって入れ込んでくださったのかなと思っております。ですよね、はい、本当に多くの、ね、皆様にご覧いただいてもう1週間経ちますけれども、今の思いというのはプロデューサーどうでしょうか。増田さん、震災復興映画といいますとどうしても気がこう沈むんですけども、はい、この映画は生きるって何かなって人間参加のようなそういう力を発信できる映画だなと今日皆さんの顔を見てこう分かりました。なんかね、人の強さとか優しさを感じるそんな作品だと思います。よし、私も頑張っていこうって多分皆さんね、思ったんじゃないかなと思いますが、監督こう今ちょうど私ももう一度エンディングの方を見させていただいたんですが、とにかく撮影もこうダイナミックなところだとか、そしてもう人のいろんな方が今回出ていらっしゃいますけれども、その表情の切り方とかこの撮影の部分でも相当こだわったのかなと思って、指定してくださった方々はやはり心に傷を負っている方が多かったのと、私たちは外から行ってお話を聞かせてもらう全く その外部の被害者の立場で行きまして、皆様本当に出てくれたのはこういう思いをする人がもう二度と出てほしくない、自分たちの体験が誰かの役に立つのであればということで全くのご好意で出てくださったので、私たちの撮影またはこう映画を作ることで出演者の方々にいかなる形でも嫌な思いをさせてはいけないというのがすごくあったので、撮影中も結構私たちが言っている間でも幼児の時は報道各社がパーッとやってきてパーッと撮ってパーッと帰ってくるということがあったんですけれども、私たちはそういう撮り方はしないというふうに決めていて、質問もグイグイするのではなくてもう一日ずっと一緒にいて、たまにカメラを持ってずっとあとは置いて一緒にこうご飯食べて時間を過ごして同じ活動をする中で、はい、出てくる言葉を撮らせていただいたという感じです。心に残るね、本当に言葉がいっぱいだなと思ったんですけれども、印象に残ったことはありますか。どうやってお越しされたと思いますか。私ですね、はい、女性監督が良かったなと。男性の監督は本音を引き出すのにお酒をこう飲んで、はい、夜一緒に過ごしてると多いんですけども、タバコをこう吸ったり、はい、宮監督の場合は寄り添って一緒にご飯食べながら、はい、何でもできるんです。何でもできるんですか。そういう寄り添うことが大切だなということをこの映画を感じて見て、はい、そうですね、逆に寄り添わせていただいたというか、向こうが受け入れてくれなければ私たちは本当にずっとこう距離を保って見てるしかなかったんですけれども、そういう私たちを気遣ってもうこっちおいでこっちおいですごくもう気遣ってくださったんですね、はい、その優しさがきっと出てるんじゃないかなと思います。特に、はい、私個人的に印象に残った言葉は途中福島で、ある電力会社の人
がの映像の時に、はい、その長男の人が、あのみんな共犯だという言葉が、あれは普通に出る言葉ではないので、こう本音の部分をいかに監督がちゃんと切り取っているか、それから震災によって海が50年も若返った、はい、ああいう言葉も普通のマスコミではなかなか切り取れない言葉なんです。そうですよね、はいはい、で生きるってこういうことだなっていう、そういう言葉もそうなんです。その一言一句がやっぱり人間生きて、一生懸命生きてる、希望を持って生きてる人の言葉の力だと思いますね、監督ね、あの私たち、この映画に出てくる方みんなあの前向きでポジティブで活動的で笑ってますけれども、そういうところだけを選んで編集したわけではないんですね。割とあのいつもこんな感じで皆さん明るくて何かをやろうとしていて、来てくれる方にすごく優しくて、本当にあのあとこういうふうにしてください、こういうこと言ってくださいっていうことも一切なく、全く本当にありのままの姿、私が行って見てきたそのままの姿を今皆さんに見ていただいてますね。だからそれはもう日常の生きるということに対する真剣さから、もう彼らの毎日がこうなんだというふうに、だから特別、彼らにとっては特別な言葉ではない、あの日常の言葉、それが私たちにはものすごく響いてくるということになってるんだと思います。そうですよね。あの たくさんどのぐらいの方にこう取材を されたんでしょうか。で、あの今出てる方、あの純粋に もう少しいらっしゃるとは思うんですが、こう絞っていくというのか、そこはまた苦渋の選択だったのではないかななんて思うんですが。そうですね、あの終わってトータルで、言いますと100人ぐらいの方にお話は聞きました、はい、あのそれは長く聞いた方もいれば短く聞いた方もいるんですけれども、とにかくあのこの映画スタートしてから完成するまで10ヶ月しかなかったので、前のサンマとカタールという作品は撮影だけで2年半かけたんですけれども、このだいぶ違ったので、もうで3件にわたっていましたから、はい、気持ちは焦っていたので、いろんな方に今被災された方で前を向いている方を紹介してくださいというふうに言って、その方に会って同時進行で撮影をしていきました、こちらの趣旨を説明して出てくれる方、やはり3件のバランスを取ったのと、あとはもうあの自らが映画にあの出ますと言ってくださった方、やっぱりあの嫌がってる方のとこ無理に行くことはしたくなかったですし、私たちには言ってくれるけどカメラの前で言うのはなっていう方もやっぱりいましたので、それはあの本当にご縁といいますか、こちらからも撮りたい、向こうからも撮ってくださいって言ってる方を登場していただくことになりました。あの多分皆さんもほっこりした部分だと思う、リサトちゃんが可愛いこのポスターになってますけどね、はい、もうあの、はい、女優としてスカウトしたい気持ちです。本当にね、はい、あのいろんなところで多分ポスターでご自身のお顔がね、はい、こうもう全国にこれからも行くわけじゃないですか、はい、ご本人はどんな風に思ってんでしょうね。喜んでますね。今もう髪の毛長くなって長子っぽくなって、ちょうど今年の4月から小学校1年生になるんですね、はい、でその晩も今3段になりまして、すごい、はい、今週6日で習い事していて、はい、本当にアクティブで、今度ダンスやりたいって言って、うん、お母さんが困ってました。あすごい。もうね、一番前向きなんじゃないかっていうね、この子を見てるとね、頑張らなきゃって本当に思いますね。本当に自然が、うん、あの美しくて、東北の出演者の方にもこの映画見てもらったら、改めて、あ私たちはなんて美しいところに住んでいるんだろうと思ったっていうふうにおっしゃってくださって、はい、やっぱりあの原子力災害もあり、あの津波の災害もあり、あのその後に残された自然の美しさとその厳しさっていうのを皆さん両方感じていらっしゃって、でもやっぱり結局あ人間は自然の中で生かされているに過ぎないんだってことを皆さんこの災害をあの機に改めて感じられて、あの元々自然と寄り添って暮らしている方たちではあったんですけれども、はい、やっぱり経済活動に押されていこうってことがあった中で、その見直しをされているところは本当にそれは私たち全力で応援しなきゃいけないなと